チャンネルグランドミさん、シュウペイでーす。ということで、大好評企画、楽屋訪問でございます。今回はみんな大好きみやぞんの楽屋に行きたいと思います。迷惑かけちゃいましょう、迷惑を。迷惑動画を撮っちゃうぞー。失礼します。どうもお、ペコパチャンネルと YouTube でさ、そう、今その迷惑系 YouTube って企画やってて、はい、みやぞんにどんどん迷惑かけとこうと思って。何ですかそれ。収録終わりで迷惑かけちゃうぞー。はいはいはい。どんな迷惑ですか。何ですか。おい、みやぞん、やめてくださいよ。マチさん、おい、マチさん、俺の本名あんま言っちゃダメだよ。あ、そうなんだ、ごめんなさい。松陰寺だからね。あ、松陰寺さんなんだ。そうそうそう、全然言って大丈夫、すいません。あー、みやぞん、何何ですか。何。ちょ、それ、ちょっと、下下下下。いや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 、怖い怖い。ついた、ついてるついてるついてる。ついてるついてるついてる。ついてる。あ、あ、ついてる。はい、5秒前。4、3、2、1。中央何。ちょっと。どうしたのどうしたのどうしたの。何ですか、この丸いやつ。え、丸いやつ、どれ。これ。なんかそこから出てくるのかなと。いやいやいや、やめてくださいよ。何ですか、シュウペイさん、これ。怖い怖い。やばい。何？飛び込むの。何ですか？違う違う。何、どういう。どうですか、みやぞん。やめて、静電気とかやめてください。いや、じゃあ普通にお話聞きたい、久しぶりだねと思って。いやだ、近い近い。静電気やだ。やだやだ、静電気とか。ごめん、ちょっと迷惑かけちゃったね。ちょっと迷惑かけすぎちゃったね。かけすぎちゃった、ごめん。これでも本当に、久々にちょっと見合わずに会えて、興奮しちゃったからさ、ごめんね。確かに、2人が昔ずっとお世話になってますから。そうなのよ。嬉しいですよ、本当に。そう、昔ね、こうライブ出て、そうだね。みやぞんの、あの、相方、アラポンとやってたんで、このネタをね、思い出したのよ。おそしたら、あの、花壇で、なんか2人でなんかこう、植木を移し替えてるネタがあって、よく覚えてるな。ラジオが流れてるの。うん。それをみやぞんのお母さんが喋ってるラジオが。どういうことだ。みやぞん覚えてるのそれ。いや、言われて、さっきメイク室で言われて思い出しました。俺たちは、その、いや、みやぞんたちがやってるのを、安全漫才がやってるのを、芸人たちが見てた。ああ、見てたね。懐かしい。何このネタっていう。でもそれがそうやって今話せるってのがね。そうだね。そうだよ。だって、あの、衆院さんでしたっけ。うん、松井さんでいいよ、もう言いにくいなら。松井さんでなっちゃったから、うん、そうだよ。松井さんなんか僕らの曲をアレンジして、そう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 、昔やってて、やってたやってた。それでか、松井さん本当にキザじゃない。キザですから、ね、キザね。本当に心の中キザじゃないですか。まあまあまあ、ありがとう。覚えてます、渋谷かの、あの、昔のね、近くで、柳が生えてる、二人で歩いて、で、お互い頑張っていこうかな、すごい言ったの覚えて、夜、夜中。うわ、すごい。松井さんちなんか録音して、ああ、なんかでも、一緒に歩いたの覚えてるけど。一緒に歩きました、柳の夜。柳の夜が分かんない。そういう話したの覚えてんの。いや、夜中ですよ。一緒に歩いたの覚えてるけど、なんか熱い話した覚えはないかな。なんでよ。お互い頑張ってようぜっていう感じなの。俺そんなこと、ちょっと、もう一回俺の感じやって。本当にお互い頑張ってください、いけるってみたいな感じだった。柳がありました。柳が注目でございます。ちょっと恥ずかしい話やめようぜ。本当に刻むんじゃないですね。ちょっと持ってるもんはありますからね。でも嬉しい、あの、いや、本当にね、いつも優しくしてもらってたから、そんでもとんでもない、大好きな人が。いや、俺たちも大好きだもんね。いや、本当に久々にこうやってみやぞんと一緒に仕事できてよかったね、本当に。本当に、はい、ポケット手入れてる時やっぱ刻なんですよ。あ、でもごめんね、ちょっと今日は迷惑かけちゃって、びっくりしたでしょ。だから迷惑系 YouTube だ。やめてやめて。さあ、シュウペイちゃん、さすがでございます、はい、というわけで、はい、今日のゲストはみやぞんでした。ありがとうございました。バイバーイ。はーい、何もなし。